ナオキングの命を受けて3人の調査員が福祉介護の仕事を徹底調査。ナオキング調査団。さあ今日のテーマは介護現場で働くピカピカの1年生に密着。おー、なんでも可愛い女の子だったらしいじゃない。女の子だからって何も変わらないですし、俺もそもそもめちゃくちゃ緊張してるな。三原市中心部にあるサンライズマリンセット特別養護老人ホームデイサービスなどがあります。マンションみたいだね。密着したのは特別養護老人ホームで働く介護福祉士河内結衣さん。ピカピカの1年生です。8時前には着くようにしてて、そう、余裕持ってきてるんです。いつも結衣ちゃん、あ、おっとりした性格なんだね。あ、よく言われます。8時半に仕事開始、利用者の日常生活をサポートしてます。何か鳴ったの？はい、すぐ行きます。片方だけ。あら、おっとりしてると思いきやテキパキしてんじゃない。どんどん呼ばれるんだね。今度はトイレ。午前中からバタバタだな。これナースコールが鳴って、もう気が抜けないな。そうなんです。お昼時間、みんながうまく食べられるように手伝ってるんだね。あ、そっか。この笑顔に癒されるんだろうね。みんなが食べた後、お遅めの昼食か。何を食べるんだい？お、弁当。中身は宇宙食だろ。今日サンドイッチ。お、サンドイッチ。はい、母さんの手作りです。お、マザー。お母さんの自分じゃ作れないです。なるほど。まずはいつも大変ですね。毎日疲れて帰ってきてるので、まあ、できることは今のうちはしてやろうかなと。やっぱりうまく、ね、やってるかどうか、やっぱりいつも心配してます。うん、親の愛だな。夕方になるとミーティング。そう、申し送りといって、その日の出来事、利用者の健康状態や食事の量など夜勤のスタッフに引き継ぐのよ。夕方5時半、8時間の勤務が終わったな。今日も笑顔見られてよかったです。そうか、頑張ったご褒美。何あげてんの？何あげてんの？彼女の大好物なんだよ。いやいや、ここで渡さ、食べてるな、おい。普通怒るよ。最高です。いい子だ。いい子だよ。いや、いい笑顔。やっぱこの業界で働くにはね、笑顔がポイントだな。ここでお知らせ。介護の日フェスタ in 広島が11月6日に広島県庁正面駐車場で開かれます。みんな来てねー。